こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も池田書店のいつでもどこでも使える四字三字熟語ハンドブックから四字熟語を選んで、その解説文を読んでから後でその四字熟語を半紙に楷書、行書、草書、それと創作作品を書いています。今日の四字熟語は陰忍自重です。我慢しにくいところをじっと我慢して軽々しい行動をしないこと。反対の四字熟語に軽挙妄動というのがあります。使い方はこの際は陰忍自重して後日を期したいなどと使います。だから陰忍自重を楷書で書いてみます。今から陰忍自重を行書で書いてみます。今から陰忍自重を草書で書いてみます。今から陰忍自重の創作作品を書いています。
最後までご覧いただきありがとうございました。